マイク2、うん、あ、そうそう、あ、分かりましたみたい。皆さんこんにちは。僕実はここに来るの久しぶりなんですよ。3回ぐらい溜まっていて、ずっと日本にいなかったので、今年初めてかもしれません。ということで、LTSA の話はずっとサボっていたんですけども、実はですね、今年 LTSA の話をすることが実はあまりなかった、話せる内容がなかったので、ちょっとそういう意味では、ここに今日来てから資料を書きましたけど、2014年からデビューとして、今年何もしなかった理由というのを説明しようと思います。で、まずですね、皆さんのよく知っているこの Linux カーネルのホームページを見ると、今ですね、ここを皆さんに説明する必要はないと思いますけど、ロングタームってのはやたらいっぱいあるんですよね。3.4、3.13.2、赤い F ポチを僕がつけたのが、一応 Linux ファンデーションで選んだもの。それ以外に、Ubuntu が選んでるのとか、SUSE が選んでるのとか、いろいろあってですね、今 LTS、ロングタームといってるものは実は非常にたくさんありますよね、ということをまずちょっと、知ってると思いますけど、見ておいてくださいねと。で、今一番新しいロングタームは 4.4 です。そこもちょっと覚えておいてくださいね。で、さっきのページの、この上に見てるこのところを見ると、リリースというところが、そういうこの赤丸があるんですけど、そこを見るとですね、今のロングタームがどのバージョンで、誰がメンテナーで、プロジェクテッドエンドオブライフっていう、いつまで続く予定っていうのが一応書いてますので、一応ここも参考なので一応このページをしててねっていうのを書いたんですけど、例えば我らが 3.10 は、プロジェクトというよりオクトーバー2017なんですね、つまり先月。なので、3.10 というカーネルは、僕らも使っているし、レッドハットとかも使ってたりするわけで、結構ユーザーの多いカーネルですけど、先月でメンテナーが一応コミュニティメンテナーは終わっている。来年か。あ、来年ですか、2017年。さすがです。じゃあまだ大丈夫ですね。というのが一応ここで分かるよということです。でですね、この辺から問題なんですけど、そうか、今日平松さんもいるし、小林さんもいるから、いっぱい突っ込んでもらいたいということですけど、まず去年、4.4 が決まったというのは、実は去年、2015年のカーネルサミット、今からちょうど1年ちょっと前ですけど、今までは、大体僕と柴田さんで、Linux Con Japan ということは大体5月とか6月ぐらいに、グレックと、飯を食いながら次のバージョン何って聞いて、それを Linux Con Japan でお話をするというのが過去の流れでした。ところが、去年は、カーネルサミットで、僕はアクシデンタリーだと思ってるんですけど、急遽そこで、LTS はどうするんだっていう議論がこう出てきて、そこで、4.4 というのが決まったんです。なので、普段の年と 4.4 はちょっと決まり方が違ってましたよねっていうのをちょっとまず復習として言いますね。で、今年はですね、実は LTSA 何もやってないんですよ。何もやってないってどういうことかというと、LTSA は過去の 3.4 を最初だったんですね。で、3.14.1 って来たんです。これはもう毎年 LTS が、今言った話ですけど、Linux Con Japan で大体決まって、秋口にパッチを2ヶ月ぐらい集めて、年末か年明けに出すっていうのを、ずっと2015年まで、4.1 まではやってきた。で、実は 4.4 っていうのをそういう意味でいくと、予定より、ある意味早く決まってしまったので、どうしようと悩んでる。要するに 4.1 を出してから 4.4 までの間がすごい近かったので、2016年の 4.4 っていうのはですね、実は LTSA でプロジェクト使わなかった。これ小林さんが非常に困っている話もあったわけですが、実は CIP は 4.4 を使うんですね。で、4.4 だけ、要するにコミュニティのロングタームもあるんだけど LTSA がないよって今そういう状況が起こっているということがあります。で、次どうしようって、これ実は悩んでですね、今年どうしようかっていろいろ悩んだんですけど、結論は僕らは LTSA の今年の LTS、2016年に決まる LTS をターゲットに仕切り直しましょうと。今まで言ってた年末に LTS を、LTSI を出すっていうのを、ずらさなきゃいけないのかなということで、今年1年、実はダイブグレッグとかと話をして、この先どうなるのっていうのをいろいろしたんです。で、ずるずると来たんですけども、実はですね、これ注目してほしいのはこの日付なんですけど、今年の8月に、グレッグが、4.9 will be the next kernel
エティサーと行ったんですね。でこれかなり何をこの時問題になったかというと、この時まだ 4.9 の開発が終わってなかった。要するに 4.9 のコードがフリーズしてない段階で、グレッグが次は LTS 4.9 だよと言ってしまった。まあ、言ってしまったら別に悪いわけじゃないんですけど、言ったんです。で、何が起こったかというと、次には 4.9 なんだから、そこで無理して突っ込もうという人が出てくるかもしれなかったんですね。で、これどうなるか、ですね、過去と違うことが起こったので、で、まあ、これはまあ僕らはグレッグにプレッシャーをかけるせいもあるのかもしれませんけど、今まで夏に行ってたんだから、夏頃行ってよっていうことは僕らはずっと言ってたわけです。だけども、突発的にこの話が出たので、その後いろんな議論が起こってですね、これはなんだ。で、これは、平松さんが平松さんに説明するのが正しいのかもしれないけど、リナロのアレックスさんっていう、これ若い、割と若い人ですよね。で、アレックスは LSK ってリナロステーブルカーネルって、リナロが持ってるステーブルカーネルのメンテナーの人なんです。で、このメールが、どこに出たかは大事なんですけど、LK メールと、LTSI メールミストに投げられたんですよ。と両方にポストされたんでね。で、この文章、これちょっと、この資料ね、今書いたんで、後で PDF で載せますから、メモしなくていいですけど、このメール、実は彼はそんなに、この議論がその後大炎上するということは多分考えてなかったと思うんだけど、彼は、そのフィーチャー化クポートをどうやっていこうかっていうのを、僕はどちらかというと LTSI に投げられたんだと思っている。だけども、僕も柴田さんもぼーっとしてたわけじゃないんですけど、どうしようねって思ってるうちに、このスレッドが大炎上したんですね。これこの後見ると、これちょっといろいろ書いてきましたから見てもらえばと思うんですけど、LKML のスレッドが221っていうね、とんでもないスレッド、ティンも入っていたし、いろんな人がここに、アレックスの、応援団ってわけじゃないけど、マーク・ブラウンって今、リナロにいるので、マーク・ブラウンとアレックスが、僕らはこう考えてるんだよってことをちゃんと言ってて、で、他の人も、多分チームとかもそうだし、みんなそういう人は確かにそういう問題がいろいろあるねっていう問題を出してたんですけど、コミュニティの人たち、テッドツォーに代表される、グレッグはそんなに最初は言ってなかったんですけど、ジェームス・ボトメイとかテッドツォーあたりがとんでもないってなんだかんだってガーって、なんかちょっと噛みつきすぎじゃないと思うような議論になって、でどうなっていったかというと、セミコンダクターベンダーはとんでもないと、要するにアップストリームをしないで後からバックポートするのはどういうことなんだっていうふうな議論になってですね、これは200通もあるんで、僕もこの頃全部読むのが大変みたいな感じだったんですけど、これ1個だけ持ってきましたけど、テッドツォーが言ったのは、グレッグは 4.9 って言ったけど、そんなの何も決まってねえんだって、 4.8 かもしれないし 4.9 するかもしれないぞってこれ脅したと。で僕はですね、全世界のお客さんに次は 4.9 って言ってしまった手前、それはグレッグが言ったから言ってくれました手前、非常に困ってですね、なんとかこれを 4.9 を収めようと思っていろいろやってたわけですけど、実はここの議論が非常に面白くて、皆さんコミュニティアサービスと会う機会は、ELCE があったのと、僕はその関連サミットに行くんですけど、いろんなところでいろんな人の意見を聞きました。で、リラックス、特になのかな、そのメーリングス上の議論ってちょっと言葉遣いが日常的に会話するよりも非常にこうアグレッシブな話し方をするので、バカしねみたいな言い方を経験書くわけですよね。で、アレックスもそういう意味では分かってやってるのかは知りませんけど、それにこう挑発に乗ってですね、ガンガン議論してったんで220件のスレッドになったんですけど、これ本当に僕はどうなっちゃうのって非常に心配してたわけです。で、図らずもですね、インダストリー、特にその組み込み業界のカーネルに対する取り組みはけしからんじゃねえかみたいな議論で振られたので、我々としてもポジションステートメントをどうですかって柴田さんもだいぶ議論して悩んだんですけど、我々はアップストリームファーストだって基本的にずっと過去言ってきたし、で、アップストリームファーストって一言で言えば時間がかかるんですよね。要するに、アップストリームにコードが入って、それが戻ってくるまでには数ヶ月かかるので、例えば今日のバグを直したりとか、今製品作ってる人にそれ言っても無理なのは僕は分かっているんですけど、で、その、製品、なんていうかな、その組み込み業界の事情っていうのと、その、コミュニティ開発のこうエコシステムっていうのはある意味こう、矛盾するというかですね、共存し得ない部分があって、以前僕はここで赤い人、青い人とか話をしましたけど、それぞれ主張は正しいし、それぞれの言い分があると思っているので、どっちがいいわっていうふうにするのは間違いなんですけど、ちょっとこの議論、すごく炎上っぽくなってしまいました。で、これ柴田さんのプレゼン、ここにあるので、これ ELC の時にですね、去年その2015年の関連サミットで決まったので、で、今年も関連サミットで決まるのかなと思っていたわけです。で、その柴田さんが関連サミットだと、
患者さんって大体10月、11月頭だったので、その直前が 4.8 で、直後が 4.9 だから、まあどっちかな、どっちかになるんじゃないみたいなことを彼は言ってて、この時まだ決まってなかったので、我々としても、その、非常に歯切れは悪いんですけど、ELC でも、リラックスコンジャパンでも、次の今年の次の LTS はどのバージョンなんですよって言えなかったんですよ。さっきその上田さんに言われたの、どの場所が分かりにくいっていうのは実はこれだったんで言えなかった。すいません。はい。という事情がありました。はい。で、もうこうなったらですね、カーネルサミットで行くしかないということで、私さ、ご存知だと思いますカーネルサミットってリミリアとか呼んだ人しか行けない会議なんですよね。で、絶対呼ばれる人って当然いるわけで、常にいつもいるメンバーと、その前に呼ばれるかなって心配するメンバーがいるわけです。で、大体5、60人、まあ80人弱ですよね。人が、まあ、集まるということになっていて、でなぜ私はここにいるんですけど、これは呼ばれたわけではなくてですね、別のバックドアがあって、実は今回のスポンサーをしました。で、リラックスファンデーション、今や世界最大のイベントオーガナイザーじゃないかと思いますけど、リラックスファンデーションのスポンサーをして、普通はですね、スピーカーとかこう、スポンサーっていうバッジがいないんですけど、カーネルサミットだけは、その普通の参加者が一番偉いわけです。通算2年生呼ばれたって意味だから。で僕は、スポンサーっていうバッジをつけて、申し訳なそうな感じだったんですけど、申し訳なそうに一番その端に映ったのに結構目立っているということです。でですね、これ初日がコアインビテーションデーというふうになっていて、これ写真撮ってきたんですけど、エレファン会議普通はこういう感じでこう調子方になってるのが多いですけど、丸いこうテーブル、円卓がこういっぱい置いてあって、各テーブルにはマイクがついていて、このボタンを押すとみんな喋れるっていうそういう仕掛けになっています。で、これですね、ちょっと写真がよく写ってませんけど、まあ、テッドソーがこれのオーガナイザーなわけですよね。で、テッドソーが、どういうプログラム、エレブル会議普通はちゃんとしたアジェンダができて、なんかとっても見にくいウェブサイトがなんかバキッと全部出るようになってますけど、これしかないんで、エクセル紙1枚あって、で、なんと驚くことに、今年の患者さんの一番上のトピックは、そのステーブルカーネワークフローということで、で、さっき大炎上と僕は言いましたけど、僕の時の一応ね話は誰かが一応最初の口火を切るんですけど、その話は口火でしかなくて、あとみんな会場に言いたいほどみんなでやるっていうことですけど、この時は、数点のカーネルメンテナーかな人が一応そのステーブルカーネルフローのっていう話題で話そうと。で中身はさっきの220人にわたったスレッドの話なんですよ。で彼は僕はこれ炎上だと思って心配してたんですよ。ある意味僕はみんなから文句が言ってるような気になってたんで心配してたんですけど、最もイノベーティブな議論だったと彼は言ってですね。で、これどうしようって話で、で、これね、議題はあるんですけど、ほとんど合ってないようなもんです。で、一つ目の議題はですね、カーネルデベロメントプロセスって書いてますけど、カッコ、イズリナックスハッピーってそういうタイトルになってて、リナックスはリーナスね。リーナスはそこにいて、で、リーナスは、まあ、前の方に座ってるんですけど、ほとんど普段は喋んなくて、だけどまあ、みんなもそれでいいのって話を聞くってそういう感じだったんですけど、で今回ね言って分かったこと、僕彼は実はびっくりしたんですけど、カーネルサミットって何かを決める会議じゃないんですよね。普通僕ら会社だと要するに会議の目的はとか最初言うじゃないですか。で要するに結論を出すと何かを決めるっていうのは普通の会議だし、またはその LF の普通のエンジニアカンファレンスだとなんかこうテクニカルなことを説明して何か情報を共有しましょうとかいうことがありますけど、そんなことも考えてないんですけど、ここってさっきの円卓でみんな座って、みんなで言いたいことを言い合うわけです。で、まあ、わりかしこう意見を言う人と、そうじゃない人がいるんですけど、まあ、さっきのこの写真見てもらえばわかる通り、まあ、大体ほとんどおじさんですよね。みんなだから40代、50代のおじさんがほとんどで、同じ人数名、まあ、シャルとかいたから数名、3、4人いましたけど、なので、ほとんどまあ、他のそのコミュニティ、例えばオープンスタックみたいなコミュニティとは全然違って、みんなほとんどお互い知った場でやってるんですけど、若い人はリーナーの人とグーグル人だけでした。あとはみんなおじさんたちみたいな感じでした。で、何やってるかっていうと、まあ、非常にルーズにマネジメントされていて、きちっとなんかこう時間通りきちっと決めてなんか結論出すことは一切しません。で、みんなでこう一通り言い合って、で、このセッション、本当は30分だったんだけど、結局1時間喋ってました、このステージの議論だけで。で、目的を求めてるわけじゃないんですけど、一応みんなでいろんな意見を出し合って、いろんな人がこんな意見もあるのねっていうのを一応そこで共有して、で僕よく分からなかったので、グレッグのところに行ってですね、何が決まったのって聞いたら、何も変わらないと。だけど一個だけ変わったのは、要するにみんなでステーブルバッジをちゃんと真面目に出そうねっていうことが決まったということが、この時の結論で、一応ですね、これ
その最初の唇を切ったアイスブレーカーのプレゼンの人のやつを見ると、パッとステーブルコンシューマードントワントと書いてるんですね。そのステーブルカーネルとしてこんなことはやってほしくねえんだっていう中に、例えばニューフューチャーとか、マイナーパフォーマンスインプルメントとか書いてあるわけです。で、議論されたのは、例えばグーグルの人が言ったのは、ある関連のパッチ、新しい機能で性能が 30% 上がったと。それは、もともとはダメだったんだから、バグだろう。まあ、バグとは言わないにしても、メジャーインプルメントだから、パッチを戻すべきだという話をするわけですね。で、まあ、それもそれで一時は、その産業界から見れば、そうだよねって思うところもなくはないんですけど、まあ、彼らはそういうことはしてほしくないと。で、なんでって議論したときにですね、話題になったのはこのパッチで、あとでちょっと、これリンクを投稿するのを見ますけど、これなんか、インテルの、なんかメモリープロテクションのなんかセキュリティホールがあるみたいな話があって、これ要するにこれが悪い例だって話になって何のことって聞いたらですね、これ要するに、これはまあ、あと見てもらいますけど、リーナスが、要するに、まあ、要するにこのパッチは安易であると、要するにこういうパッチを書いちゃいかんという悪いお手本だみたいなのが叩かれちゃったんですね、これね。で、要するに、ステーブルというのは非常にコンサバティブにいかなきゃいけないのであって、あまりこうアグレッシブ、要するに、まあ僕らはどちらかというとバグを直すのはいいことだと思ってますけど、その、いい気になって何でもかんでもこう安易にくっつけるんじゃなくて、手堅くいかないとダメよということをここで共有したと。なので、ステーブルに入るパッチは、十分安全にって、まあこれは例のグレッグのステーブルルールとかいろいろありますけど、できるだけちっちゃくて、確実なもの以外は入れるなと。ちょっとくらい良くなるとかね、その、ナイスとハブみたいなのは絶対入れるなっていうのを、まあ改めてこれ、みんなで共有したというのが、の話でした。で、これはですね、エルダビン・ドット・ネットに、彼が、ジョナさんがですね、非常にいいまとめを書いていたので、まあ、ジョナさん一番前に座って、これ一緒にノートを取ってたんですけど、ジョナさんも、僕もそこにいたので、どういうことになったのって話を聞きましたけど、まあ、基本的には従来やってきたやり方を、例えば別の議論があったのはですね、なぜカーネルコミュニティはバグジェラを使わないんだという議論もありました。でそれも Google の方が言ってましたけど、別にトラッキングできないような景色かなということを言ってましたけど、いや、僕は、コミュニティ一つはみんなね、メールでパッチを書くスタイルがいいんだと。要するに、バグジェラみたいなことをすると、エントリーが下がって、しょうもない情報がどんどん上がっていくのがゴミだと。だから、ちゃんと上がったものの中で共有しようねって、そこにあんまりこう、みんながどうでもない報告を投げるようなことには逆にないように、わざとやってんだよということを、要するに口では、記録にはしませんけど、そういうことを会話していました。なので、一つ目が関連サービス行かないと分かんないことも結構あるな、そういう話で。みんなで、できるだけこう、今成功しているモデルを不要にごちゃごちゃ変えるんじゃなくて、その意味を改めて考え直そうね、みたいなことを言ってたというのが、この時の話ですね。で、これ終わりなんですけど、要するに、じゃあどうなのってことで、一応 4.9 は、一番最初のスライドを見ると、今 RC7 かな。4.9、今日は RC7 なんですけど、4.8 が出たのが10月2日だったので、今日で61日ですね。なので、大体まあ年内には出る。要するに、クリスマスぐらいを目標にしてて、アメリカの方々は今、先週サンクスギブンで場所になったので、今週来週2週間ぐらいしか働かないんです、ほとんどの人は。なので、来週末から最初のクリスマス休暇に入る前に出すぐらいかなという感じですけど、4.9 が出ると、4.9 がステーブルってなるのは4.10 が出るときだから、大体2月ぐらいになると、4.9 が LTS になることが正式に決まるんですね。なので、まだそれまでは誰も言わないんですけど、グレックと話した時も、まあ、さっきテッド2がね、4.9 で決まったわけじゃねえって脅し文句を書いてましたけど、まあ、4.9 そんなに大きな問題もないし、毎回大事な機能も入ったから、まあ、4.8 より4.9がいいよねって言ってる人多いし、4.10 まで待たないといけない理由もなさそうだねっていうのが一応今のコンセンサスなので、まあ、ほぼ4.9 にこのまますんなり収まってくれることをみんなで望んでいるというのが状態で、まあ、なんとなくそうなりそうな雰囲気。になってきましたということです。今 LTS で議論しているのは、今までそのさっき言ったそのパッチを集めて年明けに出すっていう件ですね、やってましたけど、来年以降、でこれグレックもですね、一応ある程度ルールを作ろうよって話をしてて、ね、毎年行くかわからないんで困っちゃうから、一応まあ今回、要するに去年今年のように、大体カジュアルサミットの頃に決めて、あるコンセンサスを作って、で、まあ年末ぐらいにのバージョンが一応ステーブルになる候補になって、それを使って僕らは夏ぐらいまでパッチを集めて、秋口に関連 LTSI を出すっていう、要するに逆に言うと、4.4 はスキップしたんですけど、4.9 の LTSI 関連っていうのは来年の夏ぐらいを目指して作っていくっていうのが今の目標です。なので、一応まだ今日の時点で4.9 って誰も断定的なことは言えないんですけど、一応僕としてはそういうような形で
来年の2月とか ELC があったりしますけど、その辺で ELC の頃はちょうどテーブルのフラグがつくかどうか分かるので、その辺で、次の LTSI を 4.9 にしますよっていうことを言うといいなと思ってるというのが、私の今の状況という感じですかね。ということで、小林さん、平山さん、なんかご意見もあれば、間違ってます、なんか。最初は自分で言わないといけないんだな。あ、なるほど、なるほど。僕にスポンサーというバックドラルの会場の様子見たら分かると思うんですけど、大体マルテープ、大きな会場にマルテープで非公式上ありますよね、うん、まさにです、ね、そこで、どうするかというと、何人かでも仲良く話し合いましょうみたいな話なんですよね、うん、誰かが話してるのを聞くんじゃなくて、どっちかというと、その会場の中でひたすら僕をするみたいなことですね。2009年、東京でやった時に、ね、うん、外のからちょっとちらちら見てたんですけど、あの雰囲気で、そうですね、一方なんか違った時だったんですけど、会場の先生、後ろにこう椅子というか、机が横並みになっていた会場があった時があったんですけど、その時やっぱり良くないみたいな話になったみたいな、うん、そうですね。喋る、意外にラファエルとか結構喋ったりするわけですよ。いろんな人がいて、そうですね。でね、思ったのは、この後直後にプランバースがあるでしょ。で、プランバースって言ったらお金払うのみんな行けるわけで、で、プランバースは、カーネルサミットに出た人がそこに来るようになっていて、で、そこでカーネルサミットに出た人がリードしながらいろんな人が意見を言うっていう場になっているので、実は。あれもですね、実は都市によって、カーネルサミットとプランバース分かれていて、都市別らしく一緒にあったんですけど、来年は多分、確か、ヨーロッパでマメルサみたいなやり方が EMC としてなるんです。逆にこの辺りが出やすくなる。今年確かに EMC とリラックスコンヨーロッパが分かれたんですよね、で人によって、実はリラックスコン ELC が今年赤字だったんですよ。っていうのは、人的にはそのクラウド系とか KBM の方が人が集まりやすいので、リラックスコン、ちなみにリラックスコンの名前を変えてリラックスコンって来年から言われてて、なんだ、オープンソースサミット。オープンソースサミット。またまた証拠もたくましく。リラックスコンは、ジャパンはリラックスコンジャパンもあるんですか？違う、オープンソース。オープンソースサミットジャパンじゃないですか。ジャパンと。なぜかリラックスコンはリラックスコンチャイナとして残りましたから。そうですね。なので、そうか、じゃあまあ、ちょっと今年のそのプランバースはいい雰囲気だったんだけど、その来年もちょっと先がない。違う。来年は今度はプランバースがリラックス。じゃあ、オープンソースサミットの意味で、イエスと一緒なんですよ。あ、そういうことですね。なるほど。すごい、喜んでる。間違えてる。結構あれですね、プランバーズは有志の団体でやってる感じで、リラックスファンデーションからサポートをくれますけど、はい、有志の人たちでやってる感じ、うん、なので、カーネルサミットと同じように、カーネルのメインのデベロッパーが集まりやすい。なんかセッションもちっちゃいセッションすると午前中このテーマで決めて毎年そういう感じでやってるんで、でかいテーマで僕とかセッションの発表を伝え続けるはいですね。なので皆さんがどっか行かれるんだったらプランバス以外かなという感じを今回持ちました。ということで、ということは今年のパネルサミットは結構今予定表を見ると、うん、ELC とオープンソースサミットヨーロッパが同じ日で23、25、うん、10月の。で、その終わった後にカーネルサミットになります。じゃあまたすげえに、でもそうするとチェコの会場ぐらいしか信用できない。そうすると今度は赤字の問題が。ちょっと ELC 的には赤字にならないことが最大の目標だから、そうするとダメだということでしょう。まあ、ということで、一応 LTSI もまだ頑張っていますということですね。はい。はい、よろしいですか。これちょっと後で PDF に上げておきますので、見てください。あ、はい、はい。今決まったのは、LTSI をどうするかって話で、LT、
多分ね、何もつまらなかったのが決まったと思うんだけど、はい、わかりました。はい、LTS が、終了するとかっていうのは、どういう終了するの？この次からは、例えば、4.4K はアップデートしませんみたいなのが、パタッと終わるわけです。ですね、それこれ見てもらうと分かるんですけど、過去の例例えば 3.4 とか 3.10 も、誰かが引き継いでるんですよね。で、ブラックは2年しかやらないよと言ってるんですけど、で、これコミュニティとして引き継いでるので、あ、ペダルです。引き継ぐプロセスみたいなのも、多分決まってない。決まってないですね。はい、決まってないです。誰かが手を挙げる感じ。そうです。だから手を挙げなきゃいけないっていうのもあるんですけど、実はね、3.0 うちいっぱい使ってるので手を挙げようとしたんです。そしたら、さっさとやるからいいよって言われたんですけど、なんとかやるからいいよって言われたんですけど、要するに、まあ、手を挙げるチャンスはあるんですよ。で、グレッグがこいつがいいやって人だったらやるみたいな感じなんですかね。はい、その後も、メンテナーの人がメーリングリストで、もうエンドオブライフ来たけど、まだやっぱり1年やるとか2年やるとか、宣言して伸びる感じですよね、見てると。そうですね。ケースバイケースなんですけど、なので、その確認です。決まってないことが決まってるっていうのが。はい。一応ね、LTS を大体今年と同じようなタイミングで決めようねっていうのはブレックもしたから、まあ、決める方はそんな感じで、やめる方はルールはないです、まだ。はい。はい。はい。ということで。あ、いいですか。あ、どうぞ。はい、LTSI のホームページってあるじゃないですか。はい。ソースコードダウンロードしたりとか。で、あそこの更新って実はあまりかかってなくて、まあ、Git 見たらわかるんですけど、はい、ホームページの方の更新っていうのは、なんか、誰かメンテナンスされないんですかね。ですね、すいません。なんですけど、言い訳をすると、今 Linux Foundation って、今のやつは全部 Drupal で書いてるんだけど、なんでしたっけ、WordPress に変えようとしてるんですね。で、その時に全部分割見直そうってなってて、一応 LTSI もそろそろ変えるので、今そこに向けて準備してますので、そこから先は真面目に変えたいなという思いを持っています。はい。すいません、その時にさっきの私の願いを聞いてください。はい、わかりました。どれが最新か分かるようにしてっていうことだったので。そうなんです。あのサイトをパッと見せて、だからこのバージョンでやらなくちゃいけないんだよっていうふうにある人にこう説得にかかろうと思ったら、そうしたら、あれどうにもないぞって話が、ガクッときちゃったっていう話が。はい。ちゃんと返します。はい。はい、ということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。